ミニ新幹線。ミニ新幹線は、新幹線規格、フル規格の線路を新規に建設することなく、既存の在来線を改め期した上で、新幹線路線と直通運転、新在直通運転というできるようにした、方式、鉄道高速化の一手段である。この方式を採用した、鉄道路線は、旅客案内上、新幹線と称しているが、 全国新幹線鉄道整備法の定義では、在来線であって、新幹線ではない。また、当然整備新幹線にも含まれない。あくまで在来線の改めき並びに、高速化改良であり、在来線区間の最高速度も、フル規格新幹線区間の時速 200km 以上に、対して、在来線の一部路線、JR 西日本の京阪新地区の新快速などと、 同じ時速百三十キロメートル程度である JR 以外の路線での最高速度は京成成田空港線と過去の北越急行北北線の時速百六十キロメートルとはいえ、通常の在来線区間としては比較的高速度の運転が実施されることになるため、本来であれば地平の踏切には視認性を強化した警報器を設置したり、踏切を排して立体化、地下化するなど、 道路などの横断交通への安全対策が必要である。フル規格による新幹線の運行時間帯は、始発が午前6時以降、終着が午前0時以前、所定ダイヤの場合となっているが、在来線であるミニ新幹線には、山形新幹線翼122号のように午前6時より、前に始発駅を発車する列車もある。参戦機上化しない場合、 長期線路を併設せず、新幹線直通列車が走行する。標準汽線路のみを付設する場合、以下の点も欠点となりうる。この方式で新材直通を図った路線として、2019年現在、山形新幹線、大羽、本線、福島駅、新庄駅間と秋田新幹線、田沢湖線、大羽、本線、盛岡駅や北駅間の2路線がある。前述のように。 新幹線と称しているものの、法的には在来線である。山形新幹線では、改め機区間で運転される貨物列車のために一部区間で参戦機場を付設、後に廃止し、山形駅、新城駅間の改め機にあたっては、山形駅偶然地歳駅間に乗り入れる仙山線や、当田沢線列車の目に、狂気線路を併設のままで残存させた。 この区間のローカル列車については案内状山形線の名称を使用している。また、秋田新幹線では大曲駅や北駅間は大宇本線の狂気線路と単線並列の形とし、一部区間を3線基準とするなどして運転の自由度を確保している。同区間では営業列車としては新幹線直行特急のみ、非営業の回送列車として 田沢湖線用のローカル列車用の車両が運転されるが標準機の線路上を運行され、この区間のローカル列車は狂気の線路を運行している。これらの路線で運転される特急列車翼や小町は新幹線直行特急と呼ばれる。北陸新幹線の鶴ヶ以南のルートについて暫定的にフリーゲージトレインによる湖西線への乗り入れが計画されたこともあった。 九州新幹線長崎ルート新都市駅、長崎駅間は一部在来線の長崎本線を挟む関係でスーパー特急方式で建設され、後に竹尾温泉駅長崎駅間がフル規格に変更。さらにフリーゲージトレイン導入の計画、試験まで行われたがとんざし、リレー方式で暫定開業する予定となった。山形新幹線が具体化した頃に、 香川県は、瀬戸大橋線を、ミニ新幹線、4線基上化できないかと考えた。しかし、硬直流型車両は値段が高く、採算レベルに乗らないという調査結果が出たため、断念した経緯がある。山形新幹線機能強化として、上津本線高速化や陸西線ミニ新幹線化が上がり、山形新幹線の坂田、大極延伸が、 具体的に構想されている。群馬県では上越新幹線高崎駅から両毛線前橋駅への乗り入れ構想が浮上した。1990年に県と JR 東日本との間で調査検討委員会を設置したが、進展は見られなかった。三重県は三重新幹線構想として、鳥羽・新宮までミニ新幹線付設を構想している。和歌山県でも 地元選出の大義手二階都市広を中心に、ミニ新幹線の導入構想がある。ミニ新幹線に用いる車両は、在来線の車両限界で設計され、フル規格の新幹線車両よりも小型であるため、この呼び名がある。社長は、フル規格新幹線の25メートルに対して、ミニ新幹線では20から23メートルであり、車幅は三百八十ミリメートルに対して、 2 9 4 5ト、mm、ルとなっている。そのため、新幹線区間では、乗降口とホームとの間隔が開いてしまうため、折りたたみ式のステップを車両の乗降ドアの下部に備える。また、東北新幹線で使用されている、東京側の先頭車には開閉カバー、電気連結器付き密着連結器赤外線距離センサーで構成された。 自動割り併合装置が搭載されており、迅速かつスムーズな分割併合を可能としている。台車は最新の新幹線車両と同じボルスタレス台車を採用しているが、在来線区間での急曲線の対応と、新幹線区間での直進安定性を確保するため、前後の車輪の車軸の間の距離である軸橋、フル規新幹線の 2500mm に対して、 2250mm としており、車輪の踏みずら形状も同じ理由で両者に対応できる踏みずら形状となっている。なお、E6 系の場合では、東北新幹線での時速 320km 運転に対応するために軸距を 2500mm としている。電気方式も新幹線区間が交流 25000V に対して、 在来線区間は従来通り交流2万ボルトとなっているため搭載されている主変圧器と主制御器は両電圧に対応した副電圧仕様である。また補助電源装置などの補給用の電源となる主変圧器の三字巻線では電圧変動が発生するため三字巻線に三次電源タップ切り替え方式を採用して河川電圧が切り替わった際に 地上側に設置された地上紙を受信後に切り替え用タップを作動させて三字巻線の電圧変動を抑えている。保安装置についても新幹線区間の自動列車制御装置 ATC と在来線区間の自動列車停止装置 ATS の両方を搭載している。2007年現在、狂気のままの在来線との新在直通運転を行うことを目的とした。 機関可変電車、フリーゲージトレインの実用化試験も最終段階に入っており、それが実用化されると改めて工事が不要となり、地上設備の改良が最小限で済むため、運用の自由度も増すことなどについて期待されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。